2024年5月の11、5月の11日、12時じゃない、3時、14時、全然進まへんね。この間に、幸せコーンと、大豆を2本線。この2本線、2本ラインね、こっちとこっち。植えて、ほんで端っこ端っこに、かぼちゃ。かぼちゃをね、1、2、6、7、8、8粒ぐらいだけね。たった8粒だけ。かぼちゃはね、大きなったら、どーっと伸びるからね、つるがね。それぐらいで今日は。これを2枚作りたかったんね、こっちとこっちにね、ほんまはね。1時間半でこれ1個やね。種まきとそれと。ほんで、よいしょ、よいしょ。おう！カラスが。カラスと戦いや、カラス。カラスに食われる。ここのライン、ここのライン、この一つのライン、棒ピッて立ってるね。あの、シートのちょっとまっすぐの、このラインに、シギタリス、スノーシンバル、シギタリス、スノーシンバル、これ食べられへんやつやからね、ちゃんと記憶しとかなあかんし、書いとかなあかんね。間違えて食べたらあかんから、なんかすごい綺麗な花みたいよね。綺麗な花でーす。ね、こっちのライン二つが、これは、大葉。大葉をこっちのラインと、こっちのラインと二つ、大葉ですね。ほんで、一番端のこれが、あの、竹が生えてる場所なんで、菊芋でちょっと竹と戦っていただこうと。どっちが勝つかですよね。まあ、負けてもまた菊芋植える。勝つまで植えるから多分大丈夫ですよね。これででも菊芋できたらもうここの畑、菊芋めっちゃ作ったんねん。売れへんかっても作る。とりあえず菊芋を作る。ほんで、畑の状態を良くしようかな。もうなんか、こっちの左ラインはもうとりあえず菊芋、芋系やね、芋系。芋系で。まあ今年は菊芋ということで、始まりました。でももう早く帰らないと、自転車がね、自転車が5時までなんでね、だからここは3時半ぐらいに出なあかんねんね。3時半ぐらいに出て自転車返しに行くから、今も確か3時やからもうあと30分なんで片付けたらもうほぼほぼ終わりになってしまう。忙しい。まあまあ、ぼちぼち進めていきましょう。終了。